はい、のぞみです。はい、きくです。いやいやいや、なんでそんなテンション低いんですか。もう一回いきましょう。はい、あげあげで、ね、あの、こんな天気なんで、はい、わかる、気持ちを明るくいきましょう。オッケーです。3、2、1。はい、のぞみです。はい、きくです。おーい、グラインかい、まあ、そんな感じです。そんな感じでいきましょう。あ、こんな感じです。そうそう、あ、やっぱりね、あの、うん、今日施設入るんで。あ、なるほど。そうそう、あんまり、騒いで、騒いでいきますよ。大人の対応でいきましょう。紳士的な対応で。そんな感じのキャラでした。そうです、そうです。そうですか。そうです、そうです。さあ、今日は雨なんで、はい、雨でも与那国島を楽しめるところ、はい、まあ、雨じゃなくてもいいんですけど。あ、まあまあね。さあ、今どこにいるかと言いますと、うん、見えてますかね、あやみはびる館。はい、あやみはびる館ってどういう意味なんですか。あやみはびる館、はい、これはですね、あやみはびるってやつがですね、はい、与那国さんですね、世界最大級のが、世界最大のガ級ですね。あやみはびるで、方言で与那国さんですよね。今日はあやみはびる館に来てます、うん、で、まあ、ガだけの資料館じゃなくて、他の昆虫とか、はいはい、で、ね、ここ最初の20分間多分シアター見ると思います。あ、なるほど。まあ、与那国についてとか、もちろん与那国さんについてのシアター見るの で、はい、で、入館料が500円です。500円です、はい、500円握りしめてください。はい、はい、で、島民は無料です。我々島民なので。話、え、ちょっと話せ、このワンコイン今下に落ちました、okay。 はい、で、一応定期日火曜日です。あ、火曜日なんですか。火曜日です。今日は水曜日。今日水曜日ですね。空いてます。大丈夫ですね、はい、で、今からあやみはびる館に入りたいと思いますので、はい、いいですか。いいですよ、はい、では僕のチャンネルなんですけど、はい、与那国島の離島生活とかね、うん、石垣島周辺の離島、そしてちょっとした旅先の動画を上げてますので、はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします、うん、お願いします。では早速ですけど行ってみましょうか、はい、行きましょう。はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、行きましょ う、はい、行きましょう。あ、開館時間書いてあります。開館時間は、はい、こちら10時から4時までです。で、休館日が火曜日と、まあ、あとは不定急で閉まっている時もありますから。あ、あの行事ごととか、はい、例の与那国特有の。そうです、そうです、うん、ね、大人500円、子供300円、団体割引もございます。あ、すげえですね、団体ね、5名から団体ですからね。いいですね。400円と、はい、200円。じゃあ早速行ってみましょう。行きましょう、行きましょう。はい、すいません、お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。アルコール消毒してくださったのに、あの、本来ならここで受付してもらいましてね、はい、もらいます。よろしくお願いします。ちょっと見てみましょうか。すごい、まず何があるって言ったら、あれ、シュダガイ。あ、これ与那国ってハブいないですよね。そうですね、ハブいないけど、与那国、あの、シュダという抜け殻ですよ。ちょっと小さい。こんなんだったら飼ってもいいですね。ね。なんか匂いきつくなさそうじゃないですか。シダの特徴は何ですか。臭い匂い放つんですよね。そうそうそう。毒がない代わりに、うん、手洗ってもね。うん、取れない。臭い。マジですか。あ、これ見ましたこれ。新種のゴキブリ。最近。そうそう。なんかこの前ヤフーニュースで出たってやつ。新種のゴキブリが発見されたんですよ。なんて書いてある、ウスオビルリゴキブリ、赤ボジルリゴキブリ。噛みそうですよね。そうですね。でも5ミリぐらいってなかなか見つけられない。あ、この長さは5ミリってこと。5ミリってことは、5ミリってことはこう1センチぐらいかな。下がカラフルになってるってことですか。うん、すごいですね。すごいですね。国内35年ぶりって書いてあるんですね。国内35年ぶりの、うん、新種発見。新種発見。ゴキブリが35年ぶりとかですか。ものすごいこと書いてあるんですけど、見てください。3種の共通系質。あ、かわいい。かわいい。かわいいんですか。かわいいらしいです。マジですか。ゴキブリがかわいいってなかなかですね。でも沖縄のゴキブリと全然違うんですよ。もともといた沖縄のゴキブリとか。ルリ色って。ちょっとウケますね。サソリもいるの。サソリいるっすね。サソリ。サソリ。これ結構よう見るっすけどね、こいつ。マダラサソリ。うん、これ刺されたらどうなるんですか、これ。
毒はほとんどないと思うけど、痛いらしい。書いてる毒性は弱く、刺されると赤くなると、うん、よくね、建築木材とかに紛れて入ってくるっすね。あ、そうなんですか、うん、詳しいですね。はい、何でも、何でもやるんで、僕何でも屋さんですよ。何でも屋さんで、はい、の猫猫科の猫族の猫ってそのままじゃないですか。そのままですね。多分野良の子ってことですね。野良の子ですよね、うん、すごいですね。ちょっと面白かったですね。面白かったです。ハビルいますよ、ハビル。あ、すげえ、すげえ、これ中身入ってるらしいよ。これ中身入ってるらしいよ。おお。成虫が出てきたら係に。これなんて伝えるんですか。ずっと見ときます。これ出た、ハビルが出た、ハビルが出た。これ手のひらでしょ。こうですよ。だいたい22、3センチ。それぐらいありますね。マジでかいですね。これ子供の顔よりハビルの方がでかいじゃないですか。別にこれすげえな。ね。ものすげえでかい。すごいね、これ。これ何センチぐらい？あ、けどまあ最大で24センチ。うん、一応ね、ここはあのビデオ室になってて、シアタールームです。これね、最初20分間ぐらいシアター見れますのでね、あの与那国さんだけじゃなくて与那国の観光とか与那国について最初にシアター20分見ます。すごい、なんですかこれ。与那国さんの幼虫の糞で絞り染めをしてみましたって、こんなんあるんですね。どうしたのそれ。うんこ染めってことですか。うんこ染めで、なんで糞で布が染まるかっていう。与那国さんの幼虫は植物の葉を食べて、うん、あ、なるほど、体の中でその葉を栄養を吸収しているけども、その栄養素がそのカスが糞になって出てくるか染まるっていうことなんです。あ、なるほど。そういう、まあ、ただ僕呼んでるだけですけど、うん、すごいですね。糞が染め物にいけるという。あ、でもね、うん、なんか何だったっけな、なんかの本かなんかで読んだけど、はいはい、与那国の染め物で、うん、昔からある染める色、はい、石みたいなやつで染め粉を作ってるっていうのが聞いたことあるんですね、はいはい、でこの染め粉を作る石も与那国のどこぞの地区でしか取れないみたいな、うん、聞いたんですけどね。ほう、すごいですね。植物の種類別に糞を分けて天日干しするんですねこれ面白い、ね、食べた植物の種類によって、これ何だろう、この色も変わるという。そうでしょうね。これ面白いね。染色液が変える、ね、変える。これまたお前今日からキャベツだけな、ね、俺今日からバナナだ、バナナだけな。これちょっと観光で喋れますね。あ、どうぞどうぞ、ね、まあ、僕も使わせてもらうんで多い。そう、与那国さんの方にね、染め物ができますよっていう。すげえですね。ちょっと面白いし、ね、なかなか。2番もある。2番もある。2番もですよ、ね、あ、なるほど。工程書いてますよ。乾燥させた糞を袋に入れて沸騰したお湯に入れて煮出します。うん、こういった釜でね。うん、へえ。じゃあこれ、今朝あの、うん、ほら、あがり咲きとか。はいはいはい。西崎、うん、だから南牧場とかね、うん、大間さんいるじゃない、はいはいはい、あれでもできるってこと。まあそういうことなんですよね。大間さんの年物でけど、あいつらあの牧草しか食べへんでしょ、うん、野菜あげたいぞでもだからこの牧草食、牧草染め、うん、ってなるのかな。なるほど。でも分かんないですけどね。このゴムがついてるとか色がつかないってやつでしょこれ。うんうんうん、はあ、うん、すごいですね。ここ3番なかったっ。3番ある？なかったっす。ないんか。なかったっす。あっち3番じゃない？あ、3番。3番行こう、3番行こう。3番。急に飛ぶね。煮込むってこと？煮立たせた染料液の中に絞った布を入れて10分から15分ほど染色します。これ縛っただね。これ何て言った？縛ったです。縛ったです。はい。多分。いや、縛ったですね。はあ。
やっぱ10分15分ぐらい煮るんだね。煮るんよね。染料を布に定着させるために、うん、なんだろう、これはぼ、ぼ、ぼ染液、こういう体験もやってみたいですね。いいですね。ね、何かしらやりたいですね。あ、4番4番、水洗いして、うん、縛ったゴムと割り箸取ったら乾燥させて、ああなるほどなるほど、綺麗だわこれ、いいね、うん、これ全てあの与那国さん踏んでやる、そうそう、すごいですね。モスラの、モスラの、モスラの踏んで染め物ができるっていう、うん、すごい、なんか綺麗だな、思ったより綺麗だね、いいですね、うん、こんな染め物って一期一会じゃない、うん、はいはいはい、もう二度と同じものできないってね、そうやね、うん、それはもう楽しみにもできるしね、思い出作りもなるから、あ、なんかすごいね、聞いたことあるんやけど、うん、世界最大のガオンもいるけど、うん、なんか世界最小の蝶々もいるって聞いたことあるんですけど、シジミね、シジミ、シジミじゃないですか、あれ、へぇ、おっとっと、おぉシジミ、いやちっちゃ、これが与那国さんやんか、そうですね、おお、比較してください、これこちらが与那国さんで、これがシジミ、シジミ、世界最小の台湾姫シジミ、台湾姫シジミ、台湾姫シジミ、世界で一番小さい蝶、ああめっちゃちっちゃい、すげえ、シジミ、シジミですね、シジミさんね、シジミ、うん、シジミさんがいらっしゃるんですよ、あのよく東牧場、上がり崎方面にね、シジミさんがいらっしゃる、シジミさん、ただね、あのやっぱちっちゃいんでね、ちっちゃいから大変じゃない探すの、え、なんか動いたみたいな、そういう感じでしか見れないと思う、カメラに収めるのはちょっときついかもしれないですね、シジミは、シジミ、うん、これはほら目につくから大変、すぐわかる、ユナゴミさんはね、あ、これ蝶々でもなんかめっちゃ種類あるね、あるですね、ガと蝶々の違いって何なんですか、基本的には、うん、あの開いて止まるのがガって聞いたことある、うん、なるほど、蝶は閉じて閉じて、うん、それの違い、あと触覚の違いがあるですね、結構何でも知ってますね、何でも知ってるね、はい、いや、そうですよ、いやいや、たまたま知ってるだけの知識です、あ、こちら外国の与那国さんの仲間、インドネシアさん、うん、与那国、与那国さんのインドネシアさん、何が違うんだ、何が違う、フィリピンさんもあるね、うん、何が違うのね、なんか同じようにしか見えへんけど、なんかオスメスでしょ、あ、書いてある、オスメス、あ、昔ね、与那国さん怖く見えたんだけどね、うん、あ、でもやっぱオスもメスも体が大きいですね、台湾の、インドネシアの方、なるほど、どうでしたか見学、なかなか面白くなかったですか、ね、全然知らんかったことだらけだったね、いっぱいありましたね、やっぱりなんかね、見ないとわからん、見ないとわからないです、うん、あ、こんな与那国あるんだみたいな、うん、そうそう、知ってるつもりっていうのが多かったね、つもりで生きてましたかね。そうそうそう。僕はあの勢いだけで生きていく人間なんで。はい、いや多分一緒です。非常に面白かったですね。面白かったです。結構時間潰せません。はい。だって最初だって1時間近く遊んでます。遊んでないね。見てましたね。見てて。しかもあのシアターなしやからね。そうそうそう。まあ、僕らはまあ島民やからもうまあ見たことあるんで。うん、だ最初20分見るでしょ。うん、あれゆっくり見てたら、ああじゃない、まあ、こうじゃないみたいな、ね、そう1時間半とか。もうすぐ出てくる人の気持ちが僕には分からないですそうそうそう、仕事上ね、お客さん連れてくることあるから、ええもう出てきたとか思う時あるからね、うん、でそういうのを考えたらものすごい面白かったですね、その画、うん、だけじゃなくて昆虫とかその、はい、面白かったね、そのさっき言ってた、うん、あの与那国さんの糞で染め物をする、あれ一回体験もしてみたいし、ね、本当にどっかで機会があれば、そうそう、うん、いろんなことが与那国について載ってましたので非常に面白かったです、マジ面白かったです、マジ面白かったですよ、うん、ぜひ皆さん、はい、まあ、お天気の日でももちろんいいでね、そうですね、はい、全然いいです、うん、まあ
ただあのなんかねこういう天気の時が一番いいかもしれない。一番いいです、うん、本当に。やっぱり外で歩けないとかね、そう風が強くてどこも行けないとかいう時はぜひこちらね。与那国結構もう外で見るようなところ多いじゃないですか。そうそうそう。だからこういうね、うん、火曜日はダメですよ、しまってもらうんでね。そうそうそう。火曜日で雨だ絶望的になりますから本当に。そうそうそう、あるね。なかなか館内ってないんだよ ね。そうなんですよね。そうなんですよ。で、ね、よく天気悪い時、うん、なんかお客さんね、はい、遊ばす時があるじゃないですか。あります。その時ね。そうですね。けど何回か来たいですね、ここ。そうですね。あれ一度じゃ全部覚えれないんで。覚えれない。何回も来て、うん、あの復習というか学習してガイドに行かせる。あれね、擦り込みってやつ。擦り込み。すいません、あのまた来たんで。また勉強していいですかって。忘れやすいから年。忘れやすい。年がね、年なんで。もうけどもう忘れてることもあるからね。何でしたっけ、世界最初の蝶々、シジミ。シジミ。台湾なんとかシジミ。台湾姫シジミですね。あ、覚えてる。覚えてる。台湾姫シジミ。こんな細かったです。細かったの。いや、なかなか面白かったです。うん、面白かったです。ぜひ。はい。なんで、あのこっちで一応展望するとこあるんですよね。はいはい、そうです。向こうが北側ですから、備えの集落ね、はい、でこちらがこうです、浦部岳です。浦部岳、はい、この山あたり一帯がね、そうです、与那国さんの生息地ですね。生息地、生息地でもちろん生息時期になるとこの綾部半ビル館にも来ますからね。あ、はいはいはい、ぜひ皆さん来てください。ではまあ今回の動画は以上となりますので、はいはい、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう、はい、では